チューチューチューしましょう。ラベンダーの畑、ゆゆゆめ持ってみんなみんなおいで。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。ハッピーヒッピーハートふっくらこと姫チャンネル。お聞きの放送は 83.4MHzFM 世田谷琴姫チャンネルです。インターネット放送局 IS フィールドでも配信を行っております。 URL は www.is-field.com www.isfield.com です。はい、今夜もゲストコーナー参りましょう。今夜のお客様はピアニストの加藤実さんです。こんばんは。どうもこんばんは。ご無沙汰しております。本当に長野ご無沙汰でございましたね。そうですね、はい。でも全然お変わりになってないですね。いえいえ、とんでもないです。もう年ばっかり取ってますけれども。いや、でも年取ったっていう感じ全然そうですか、うん、ありがとうございます。相変わらずてか私の中のイメージも加藤さんと全然変わってない。あ、そうですか、うん、ありがとうございます、ね、いや懐かしいですね。そうです ね、 ね、もう加藤さんにあのね琴姫バンドでもたくさんね、あ、もう随分お世話になりました。こちらこそ、あとアレンジとかもね、それは素晴らしい、そのアレンジ力っていうかハーモナイズが素晴らしくていらしてね。ありがとうございます。でなんかこう今思うと、なんで加藤さんがピアニストを目指したかっていうの伺ったことがないんで、今夜ね見えたらねぜひ伺いたいなと思ってたんですけど。あ、そうです。なんで僕、まあ一応ピアノは3歳からやってたんです。やってたと親が言ってたんですが、まあ、僕は3歳の記憶がないんですけど。そうですよね。でもまあそれこそ大人になってそう言ってたよねって言ったら、あら、そうだっけと親は申しました。で、あの僕のおばあが、母方のおばがそのリトミックの、まあ、日本に持ち込んだ小林先生というリトミックの国立の第1期生 で、ええ、でその近所の子どもたちにリトミックと、まあ、ピアノを教えてたっていうのがあって、ええ、でそこで習いに行ってたんですね。まあ兄がやってたから僕がやるって言い出したらしいんですけど。そうなんですね、はい、リトミックってそれ楽器ですかね。あの、なんです、なんて言うんですよね、遊びの中でそのリズム遊びとか、ええ、なんかそういう子どもたちが体験するみたいな、はい、そういう、まあ、あの音楽教育ですね。そうなんです。なんかでも聞いた覚えがありますけどね。最近結構そういう教室も多いですよね。あ、はい、それでそこで、まあ、習い始めて、でこう聴音とかもしたんですか。いや、なんかそういういわゆる学校に行くような勉強はしてないんですけど、まあ普通にバイエルから始めてチェルニーに行ってみたいな、まあそのいわゆる町のピアノの先生に習うクラシックをずっと習ってまして。加藤さんだったら才能がもともとおありだったと思うんで。いやいや、そんなことはないんですけど。すぐピース D ぐらい行ったんじゃないですか。もうその頃のことはあんまりよく覚えてないんですけど。 あんまりにもたくさん、まあ、一応なんかその小学生とか中学生の卒業式とかそういうのはみんなピアノは弾いてたんですけど、でまあ高校に行って、まあ、あのご多分に漏れずバンドを始めまして、どんなバンドでした。僕が高校生の頃ちょうどトトとかボストンとかその AOR が流行りだして、いわゆるフュージョンが流行り、リリトナーとかラリカルトとかちょうど出てきた頃で、そういうののコピーバンドでしたね。あ、フュージョンやってたんですね。そうなんです。でももともと音楽、そういうクラシックじゃない音楽に入ったのはかぐや姫だったんで。あ、もう中学の頃にかぐや姫のギターをずっと弾いて弾き語りとかやってたんで、で、そうなんですね、高校でバンド入って、いやギターやりたいっつっても、ギタリストいっぱいいるんですよね。そうですよね。でピアノが弾ける男子ってなかなかいないんですよね。ええ、で結局それで、まあ、キーボードを始めて。じゃあギターも弾かれるんですね。
はい、アコギ鉄弦のギターはまあ弾きますけど。で、お歌もどこか歌ってたわけでしょ。まあその頃はその、あらやだ、じゃあ琴姫歌が下手だったのバレてたかもしれない。とんでもございません。もう今そんなに、まあコーラスぐらいはやりますが。そうなんです、はい、知らなかった。結構ね間空いてるんですけど、長野お付き合いさせていただいてるんですけど、はい、本当になんかそのこんなお話させていただくの初めてですもんね。そうですね、はい、だってリハであって、リハが終わったらはいお疲れ様で、あとライブ終わっても今と違って打ち上げしてももうみんななんかね、そういった話しませんもんね。そうですね、うん、あんまりそういう話はしないですよね。プロになったのはいつからですか。結局高校を卒業して、まあ、音楽大学とか全然行く気はなかったんですけど、そのちょうど先輩がパブでピアノ弾きをやってて、そのもう僕が辞めるからあとお前やらないかみたいので、でもあの相模原の田舎のパブでピアノ弾きをやり始めて、それがプロの始めですか。そうですね、まあ、お金をもらったのはそれが最初ですね。そうなんですね、はい。それからなんかだんだんとこうね、でなんかそういうサポートの仕事を、それこそ、まあ知り合いのからこんな仕事あるけどやらないとか、そういうのを誘ってもらって、なんとなくこの世界に入ってしまってずるずる続いてるという感じですね。ずるずるじゃなくてもうなんかあのオーソリティというか、はい、うん、ものすごいキャリアでいらっしゃいますもんね。いえいえいえ。で気がついたらオリジナルアルバムが、ね、はい、ピアノソロアルバムを作りまして、ね、でこのピアノソロアルバムができたあのエピソードは後でね、はい、お伺いしたいと思うんですよね。すごいいいエピソードなんでね、はい、お楽しみを。じゃあ早速あのこのピアノアルバム、ブルーモーメントから何か一曲ご披露していただきたいんですけれども、はいはい、では青の瞬間という曲をお届けしたいと思います。青の瞬間、加藤実さんのピアノソロでお届けいたしました。気分はあの、はい、パブですね。ありがとうございます。なんでこのブルーモーメントという加藤実さんの、ね、ソロアルバムができたかっていう、ね、お話を今から、ね、お伺いしたいと思うんですけど、はい、なんかあの神戸に木国堂さんというゴージャス家具を売ってるところがあって、そうなんです、とっても高級家具、オーダーメイドとか、すごい綺麗な家具をいっぱい作ってるところが、お店があるんですが、そこのオーナーがすごく音楽好きの方で、であのお店の2階にグランドピアノが常駐してあるんですね。で自分オーナーが気に入った方を、アーティストの方もそれこそ長谷川清さんとか、そういう著名な方もお呼びしてライブをしてるところに
まあ、たまたま僕が池田さとしというタレントと一緒にそこでやって、まあ、すごく気に入ってもらって、そんなきっかけでじゃあちょっとピアノソロをやってみようかなって始めたんですね。 できたのがブルーモーメント。そうなんです、はい、加藤みのるさんのソロアルバムだそうなんですけれども、皆さんね、あのこのブルーモーメントのこのジャケットですけどね、はい、高級大理石のテーブルみたいなデザインですよね。そこの木国堂さんのその家具のデザイナーにお願いしてデザインをしてもらったんですね。すごい素敵な、ね、エピソードでね、いらっしゃいますよね。今なんかね、サポートミュージシャンの名前が出てましたけど、今も生野真由さんとかね、はい、岡林信康さんのサポートなさってらっしゃるんですね。はい、はい、いろいろ、はい、やらせてもらってます。それとは別に加藤バンドっていうのがあって、これがまた面白いバンドでちょっとお話いただけますかね。なかなか、最近はそのブラジル音楽のユニットが多いんですけれども、いいですよね、ブラジル音楽、はい、でクワトロコーリスというトロンボーン4本と、ギターとピアノ、でリズム隊も何もないんですけど、もうブラジル音楽しかやらないという。変わってるじゃないですか。そのもともとそのクワトロコーリスって4つの色っていう意味で、まあ、そのトロンボーン 4人を色に例えてというバンドなんですけれども、まあ、ここのところはそのバーマスの息子が、もう高校生の息子がドラムでかなりもうプロ顔負けになってきてて、一緒にずっとやるようになってるんですけれども、あの最近のお若い方っていうのはかなりリズム感とか良くなってるんじゃないですか。みんな上手ですよね。ピアノとかもそうですよね、あの歌とかも進化してるかもしれませんね。そうです ね、そうなんですか。いやだってあのブラジル音楽だったら絶対打楽器いるじゃないですか。だからその息子さんがドラム叩いてくれて良かったんじゃないですか。そうです、まあ、そのブラジルにセザール・カマルゴ・マリアーノっていうピアニストがいまして、まあ、僕もそのピアニストにはまったんですけど、それはいわゆるソーロとかサンバとかボサノバをピアノ一本でそのリズムからメロディーから全部やるっていう、まあ、とんでもないおじさんがいるんですね、ブラジル人の。それにはまってなんかいろいろそういうブラジルのリズムを勉強して、で、まあ、ギターの方はもうブラジル業界ではまあ大会の方なんで、じゃあもうノリノリでやるんですね。そうですね。どんな楽曲やってるんですか、クワトロコーリスさんは。僕もねあまりよく楽曲は知らないんですけど、しかもポルトガル語だから読めないんですけど、まあ皆さんよくご存知のイパネマとかワールドサンバとかそういうのもアレンジしてやったりはしますけど。そうなんです、はい、今度はじゃあの加藤さんのことをアントニオ・カルロス・カトって呼ばないといけないですね。そんなにブラジル音楽やってたなんて初めて知りましたから、こんな長のお付き合いで。アントニオ、ここのとこブラジルものが多くて。そうなんですね、はい、いや楽しそうな、ね、バンドですよね、あともう一つバンダ・フェリスっていう。はい、そうですね、それももうブラジル音楽中心に、オリジナルとそのカバーでブラジル音楽中心にやってる、フルートとトロンボーンの2フロントで、それはあのリズム隊もいる4人編。あ、そうなんですね、はい、どのぐらいの周期であのライブなさってらっしゃるんですか。両方とも大体2、3ヶ月に1回ぐらいですかね。もうなんかあの音楽尽くしっていうか音楽まみれで暮らしてらっしゃるのね。まあそうですね。そうですよね。それだからこそのアントニオ・カルロス・加藤さんでいらっしゃいますけど、いやでもあのね、加藤さんのピアノはもちろんですけどね、加藤さんのアレンジってそれは素晴らしいハーモニーでね、もう琴姫もファンの一人なんですけどね、でアントニオ・加藤さんになってもらったところでもうちょっとお別れの時間来てしまいました。もう一曲ね、加藤さんのピアノのソロを聴かせていただきながらお別れしたいと思うんですけれども、楽曲紹介をお願いいたします。これもアルバムに収めました、夕方の星と書いて夕筒と読みます、はい、金星のことらしいんですが、はい、まあ、ネットでこんな綺麗な日本語があるんだなと思って、夕筒ですね、はいはい、つけた曲です。夕筒聴いてください、はい、今夜はピアニストの加藤みのるさんにお越しいただきまして、本当にあの素敵なお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
きな映画見てますか？大好きなこと諦めたらダメですよ。あなたの夢を叶えましょう。ハートふっくら琴姫チャンネル。